カルタスとは、スズキが現在、パキスタン市場向け専売車種として、現地製造、現地販売している乗用車である。日本では1983年から2002年に、かけて販売された。スズキが送り出した小型乗用車は、1965年から1969年に、かけて、製造、販売されたフロンテ800以来、2車種目。 また、低価格から、パトロールカーとして交番などによく配備された車でもある。セールス上、初代は、日本国内では、やや地味な存在となったが、海外では、好調な売れ行きを見せ、シボレれスプリントの名で投入された北米では、販売価格の安さと燃費の良さで大人気となった。世界戦略者として位置づけられていた2代目は、 北米でもゼネラルモーターズの販売網を通して発売され低価格と燃費性能の高さを武器にヒットモデルとなった。燃費性能では先代に引き続いて EPA が実施する燃費評価で1位を獲得するなど高評価を得ている。三代目は使い勝手の良さとコストパフォーマンスの高さが要因でワゴンの人気が高かった。なお、投稿では カルタス・クレセントについても説明する。詳細は、鈴木セレリオ2代目を参照アメリカ、コロラド州で、毎年アメリカ独立記念日の前後に開催される、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムに1989年、及び1991年から1993年までの間、2代目カルタスをベースとした、スペシャルマシン。 鈴木ス,スポーツツインエンジンカルタスが参戦している。ただし、ベースと言ってもそれは、外観だけであり、軽量なパイプフレームの車子に 400PS を発生する直列4気筒1.6リットルエンジンを前後に搭載し、合計 800PS、9 2 3 k g ス m に達するというオリジナルとは似ても似つかぬ、モンスターマシンであった。この2機のエンジンは、 電子制御とエムスドと呼ばれる電磁クラッチ式、センターデフで制御されていた。当時の鈴木は、大排気量エンジンを開発、製造しておらず、エンジンに気潰さという破天荒な発想は適当な、エンジンがないゆえの苦肉の策でもあった。また極端とも言えるバリー機設定も、パイクスピーク山頂付近では空気が薄く、 高度が上がるにつれて、エンジンパワーが低下していくため、あらかじめ高めの設定としたためである。そして、一連の鈴木パイクスピーク用マシンの外観的な特徴でもある巨大なウィングも、空気の薄くなる、山頂付近においてもダウンフォースを得られる、要風洞実験を繰り返し作られたものである。このマシンの開発した、田島信弘は自ら、ドライバーとして乗り込み、 パイクスピークに挑んだ。初参加の1989年はリタイアであったが、改良を加えタイプ2となって2年越しの1991年に12分34秒51で完走を果たし、パイクスピークオープンクラスで3位という好成績を上げた。1992年、1993年ともにアンリミテッドクラスで完走。 1993年は総合2位の成績であった。鈴木及び鈴木スポーツはこの経験をもとに後の S クードや SX4 等の数々のモンスターマシンを作り上げていくこととなる。ちなみに1990年は2代目カルタスベースの鈴木スポーツカルタス GTI でオープンラリークラスで参戦。2000年には3代目ベースの鈴木スポーツ,ツイ二エンジン。 カルタスでパイクスピークオープンクラスに挑んだが、どちらも決勝でリタイアしている。造語。崇拝を意味するラテン語が語源の英語、カルトはカルチャーにつながる、窃盗時で文化、教養に関係が深く、思想のある車は文化だという主張と、現代の車文化に貢献したいという鈴木の願いを込めたもの。なお、K よりも少し高級で、K に、 タスで、カルタスという説もあるが、真偽は不明である。AB、昭和55年写真生活 P92、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第21号21ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第26号19ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第30号19ページより、 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車、第21号21ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車26号19ページより、厳密に言えば、フロンテ800は2ドアのノッチバックセダンである。また、同社の4ドアセダンとしてはこのエィームが、初となる。カルタス、画像、トヨタ自動車、2019年12月24日閲覧。 低価格で DOHC エンジンを搭載していた1993年型、スズキ、スイフト GT を、廃車置き場で発見。オートバログ、ジャパンスタッフ、2017年10月2日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第30号19ページより。AB 鈴木関係者取材。 カルタス1988年9月から1999年8月のカタログカーセンサーネットリクルート2019年12月24日閲覧鈴木四輪車社名の由来鈴木公式サイトありがとうございます